それは真夏の夜の夢に過ぎなかったのだろうか。いや、その怪獣は確かに実在し、少女もここに佇んでいた。確かにあの日。何度も言うようだが、あそこには竜の祠があるんだよ。あれを動かすわけにはいかないよ。村長、その祠の周辺は温泉が湧き出てる絶好のポイントなんですよ。スパリゾートですよ。観光客は山のようにやってきます。その祠とやらと村の活性化とどっちが大切なんですか。夏の目竜様、この土地にホテルを誘致するなど、そのような暴挙が許されるのでしょうか。親父も相変わらず優柔不断だよな。お前は面倒な男を連れてきやがって。さっさと判をしちゃいなって。ここは湖が望める一等地なんだからさ。湖を見るだけでお客が何度も何度も来てくれるか。ここ数年この村の観光客は増えるどころか日に日に減ってきてるんだよ。だからホテルを建てて客を呼び込もうってんじゃねえか。この土地はな、お前は本末転倒だ。観光客さえ増えれば考えるんだよな。うん、まあな。続いてはこんな映像が飛び込んできました。これは松川村を訪れた観光客が偶然撮影した映像です。湖底から顔を出す竜のような生物の姿がはっきりと映されています。夏川湖には竜の見学ツアーなども登場し、観光客が続々と訪れています。夏川湖には竜の伝説があり、観光客たちは本当に竜が存在する。おお、親父見ろよ、どんどん客が増えてるぜ。お前が罰当たりなことをしやがって。夏の目竜？夏川村に伝わる伝説の竜です。最近この竜が実在するって騒ぎになってまして。本当に竜なのかな。よし、カイトと水木、調査に向かってくれ。了解。ねえねえ、あれダッシュじゃない？本当だ、やっぱり竜がいるんじゃない？いや、だから今それを調査していくので、もう待っていいですか？皆さん、聞いてください、聞いてください。皆さん、調査だけですから、
どうか安心してください。あ、すいません、村長の水上ですが、何かご用ですか？ご挨拶が遅れました。この湖に怪獣が住んでるっていう噂を耳にしまして、この度調査を。いや、とんでもない。そんなことしたら大変なことになる。どう大変なんですか？夏の霊竜様がお怒りになる。そんなの非科学的ね。この湖に巨大生物はいないようです。そんなはずはない。竜はいますよ。おい、あんたら、竜が何か悪さしたのか？何もしてねえだろ。あんたらダッシュがいるとさ、竜が何か悪さするんじゃねえかなってみんな不安があるんだよ。なんだか私たちが悪者みたい。しょうがないって、生命反応がないんだから。これ以上調べるわけにもいかないし。知ってる？夏の名竜の伝説。夏の名竜。この昔、この湖には夏の名竜という村の守り神が住んでいた。でもある時、村人たちの間で争いが起き、村の森や湖が汚されてしまった。そのせいで竜は怒りを爆発させ、村に襲いかかった。そこで村の英雄が祠を作り、竜を封印したの。そして村人たちは二度と村の自然を破壊しないと誓った。人間はまた同じ過ちを繰り返そうとしている。このままじゃ竜は本当に現れて村を破壊してしまうかもしれない。だからお願い、村の開発をやめさせて、この村を守ってほしいの。解析終了しました。さてと、結果はどうだ？竜の動きを解析した結果、人工物と判明しました。生物の動き方ではありません。 No way。 じゃあ噂もでち上げってこと？この村のためにやったんだよ。だからって嘘つかなくても竜なんているわけねえだろ。騙される方が悪いんだよ。お前は余計なことを言うんじゃない。ちょっと、すいません。見ての通り、今夜は年に一度の花火大会なんです。東京から大勢の観光客もやってきます。それが今、竜が偽物だったなんて分かったら。何が？さっきから考え事して。何かあった？いや、別に。本当だって、こんなでかいやつバーって出たんだって。信じてないだろ。本当なんだよ。みんなで見たんだよ。何かあったんですか？ああ、どうもご苦労様です。いや、あのですね、実は湖から竜が出てくるのを見たって言ってるんですよ。竜が？しかし全員無事ですし、何の被害も出てません。いや、本当なんだって。本当にみんな見たんだから。何しようね。頼むよ。こいつらずいぶん酒飲んでます。この方は幻覚でも見たんでしょう。どうもご苦労様です。どうも、遠いところご苦労様です。
願い、竜の祠を守って。祠を？さっきのは夏の名竜の警告よ。祠に手を出したら竜は本当に暴れ出してしまうわ。竜はいないよ。村長たちがでっち上げた噂だったんだ。いるわよ。村の人たちは今夜祠を取り壊そうとしてる。竜が暴れ出したら人間の手には負えないわ。村の伝説はこう結ばれてる。やがて村の英雄が竜の怒りを鎮め、竜を七色の光の中へ封印した。今この村には英雄なんていない。でもあなたならきっと。カイト君、あの子はこの村が大好きで竜の伝説を信じてるんだ。だから。ねえ、女の子って？だからさっきの子だよ。俺と一緒にいた。私にはカイト君しか見えなかった。村の人たちは今夜祠を取り壊そうとしている。竜が暴れ出したら人間の手には負えないわ。この祠は村にとって大切なものなんじゃないのか。ダッシュには関係ねえだろ。でもこの村にホテルと温泉ができれば村は救われるんだよ。まさかあんたあの伝説本気で信じてんのか。を境に村は生まれ変わる。もう後へは引き返せないんだよ。女の子だ。え？あの子の思いが伝説の竜を復活させたんだ。水木隊員は避難誘導。了解。
から言ったのに。竜は何も悪くないわ。悪いのは人間よ。すまない、俺には君の姿が見えたのに、君の声が聞こえたのに、竜の存在を信じることができなかった。でもあなたの怒りと苦しみはきっと村の人たちに伝わったはず。だからお願い、夏の目竜、帰ろう。
に現れた英雄が竜の怒りを鎮め、竜を七色の光の中へ封印した。伝説が、伝説の英雄は蘇った。英雄はウルトラマンマックスだけじゃない。今度は皆さんが伝説を継承する番です。この村とあの竜のために。その後、竜の祠は再建され、ホテルの誘致計画は中止されたという。そしてあの日以来、少女の姿を見ることは二度となかった。そう、ただ一度を除いて。娘が大好きな花だったんです。この村もこの湖も大好きな子でした。もう亡くなったんですけどね。20年も前のことです。夏のメリューの警告よ。これに手を出したら竜は本当に暴れ出してしまうわ。竜はいないよ。村長たちがでっち上げた噂だったんだ。いるわよ。村の人たちは今夜祠を取り壊そうとしてる。竜が暴れ出したら人間の手には負えないわ。村の伝説はこう結ばれてる。やがて村の英雄が竜の怒りを鎮め、竜を七色の光の中へ封印した。今この村には英雄なんていない。でもあなたならきっと。カイト君、あの子はこの村が大好きで竜の伝説を信じてるんだ。だから。ねえ、女の子って？だからさっきの子だよ。俺と一緒にいた。私にはカイト君しか見えなかった。村の人たちは今夜祠を取り壊そうとしてる。ちょっとカイト君。竜は本当に暴れ出してしまうわ。竜が暴れ出したら人間の手には負えないわ。この祠は
村にとって大切なものなんじゃないのか。ダッシュには関係ねえだろ。でもこの村にホテルと温泉ができりゃ村は救われるんだよ。まさかあんたあの伝説本気で信じてんのか。今夜を境に村は生まれ変わる。もう後へは引き返せないんだよ。女の子だ。え？あの子の思いが伝説の竜を復活させたんだ。水木隊員は避難誘導。了解。言ったのに。竜は何も悪くないわ。悪いのは人間よ。すまない。俺には君の姿が見えたのに、君の声が聞こえたのに、竜の存在を信じることができなかった。あの子はこの村が大好きで竜の伝説を信じてるんだ。だからねえ、女の子って？だからさっきの子だよ。俺と一緒にいた。私にはカイト君しか見えなかった。村の人たちは今夜祠を取り壊そうとしてる。竜は本当に暴れ出してしまう。
しまうわ。竜が暴れ出したら人間の手には負えないわ。この祠は村にとって大切なものなんじゃないのか。ダッシュには関係ねえだろ。でもこの村にホテルと温泉ができりゃ村は救われるんだよ。まさかあんたあの伝説本気で信じてんのか。今夜を境に村は生まれ変わる。もう後へは引き返せないんだよ。騙される方が悪いんだよ。お前は余計なことを言うんじゃない。ちょっと、すいません。見ての通り今夜は年に一度の花火大会なんです。東京から大勢の観光客もやってきます。それが今龍が偽物だったなんて分かったら。何が？さっきから考え事して。何かあった？いや別に。本当だって、こんなでかいやつバーって出たんだって。信じてないだろ。本当なんだよ。みんなで見たんだよ。何かあったんですか？ああどうもご苦労様です。いやあのですね、実は湖から竜が出てくるのを見たって言ってるんですよ。竜が？しかし全員無事ですし何の被害も出てません。いや本当なんだって。本当にみんな見たんだから。何してよね。頼むよ。こいつらずいぶん酒飲んでます。お方は幻覚でも見たんでしょう。どうもご苦労様です。どうも遠いところご苦労様です。お願い、竜の祠を守って。祠を？さっきのは夏の名竜の警告よ。祠に手を出したら竜は本当に暴れ出してしまうわ。竜はいないよ。村長たちがでっち上げた噂だったんだ。いるわよ。村の人たちは今夜祠を取り壊そうとしてる。竜が暴れ出したら人間の手には負えないわ。村の伝説はこう結ばれてる。やがて村の英雄が竜の怒りを鎮め、竜を七色の光の中へ封印した。今この村には英雄なんていない。でもあなたならきっと。カイト君、
いるよほら、どこだよほら、見てみろよ。どこ、嘘だよお前。この村を守ってほしいの。どうしたの？何が？さっきから考え事して。何かあった？いや別に。本当だって、こんなでかいやつバーって出たんだって。信じてないだろ。本当なんだよ。みんなで見たんだよ。何かあったんですか？ああどうもご苦労様です。いやですね、実は湖から竜が出てくるのを見たって言ってるんですよ。竜が。しかし全員無事ですし、何の被害も出てません。いや本当なんだって。本当にみんな見たんだから。何してよね。頼むよ。こいつらずいぶん酒飲んでます。お方幻覚でも見たんでしょう。どうもご苦労様です。どうも遠いところご苦労様です。お願い、竜の祠を守って。祠を？さっきのは夏の名竜の警告よ。祠に手を出したら竜は本当に暴れ出してしまうわ。竜はいないよ。村長たちがでっち上げた噂だったんだ。いるわよ。村の人たちは今夜祠を取り壊そうとしてる。竜が暴れ出したら人間の手には負えないわ。村の伝説はこう結ばれてる。やがて村の英雄が竜の怒りを鎮め、竜を七色の光の中へ封印した。今この村には英雄なんていない。でもあなたならきっと。カイト君、あの子はこの村が大好きで竜の伝説を信じてるんだ。だから。ねえ、女の子って？だからさっきの子だよ。俺と。苦しみはきっと村の人たちに伝わったはずだから、お願い。
夏の目竜帰ろう。七色の光の中へ封印した。伝説が